はい、こんにちは、レトスノーノです。1月27日の3問に入る前に、アドバイスをさせていただきます。勉強が続けられない、そんな悩みありませんでしょうか？勉強を続けるためにはどうしたらいいのか、この点について別途動画を作成させていただきました。勉強を続けるための動画についてはこちらの動画の最後にリンクをお伝えいたしますので、最後までご覧いただければと思います。個別指導は2月に入ると値上げになりますので、その点ご了承ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に個別指導の概要とお申し込みができるページのリンクを貼っておきますので、ご確認いただければと思います。では問1に入ります。賃借人は将来発生するだろう敷金返還請求権について、第三者 A のために敷権を設定した。第三者 A は賃借人との敷権設定契約書を持って他の第三者 B に対抗することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ×ですね。敷金返還請求権、これ債権なんですけども、これに敷権を設定した場合、第三者に対する対抗要件っていうのは確定日付のある証書で賃借人から賃貸人への敷権設定の通知、または賃貸人の承諾が必要です。これは債権譲渡の規定と同じ内容ですね。なので今回の問題で言うと、単に敷権設定契約書これ持ってますよっていうだけでは第三者に対して対抗することができないっていう話なんですね。だから誤りです。ちなみに敷金の預かり証の引き渡しを受けたとしても第三者に対抗することできませんので、この点もちゃんと頭に入れておきましょう。この問題をちゃんと理解するためには、まず問題文をちゃんと理解すること、またルールをちゃんと理解すること、この2つが重要なんですね。これぐらいが宅建試験の普通レベルになってきますので、きちんと理解しましょう。個別指導では動画で具体例を使って解説させていただいております。なので、個別指導の受講師さんはそちらの動画をご覧いただければと思います。具体例っていうのは理解学習の肝になってきますので、できるだけ具体例を使いながら頭に入れていきましょう。で、続いて問いにですね、宅建業法の発注制限です。宅建業者 A は B と B 所有の公地について停止条件付きで売買契約を締結したと。で、この場合、宅建業者 A は公地を宅建業者でない C に売却することができる、丸か×かという問題ですね。答えは×です。本書は発注規制の内容、発注制限の内容ですね。で、発注制限の中の自己所有に属さない物件の売買契約の締結の制限という部分なんですけども、簡単に言ったら他人の不動産とか保全措置をしていない未完成物件、これは売却しちゃダメですよっていう内容なんですよ、これっていうのはね。で、もちろん発注規制なので、発注制限なんで、売り主が宅建業者、買い主が宅建業者じゃない、この場合が適用されるルールなんですね。で、今回は売り主 A、 これ宅建業者で、買い主 C、 宅建業者じゃないから発注制限の適用があるよということです。じゃあ今回の公地、つまり A が C に売る土地ですね、これが他人の不動産に当たるか、つまり他人物に当たるのかどうかがポイントになってきます。で、法律では停止条件付きの売買契約を締結した不動産っていうのは他人物に当たるんですね。他人の不動産に当たります。で、今回の問題文ではこの AB 間での契約って停止条件がついてるんですよ。で、停止条件がついた契約をしたこの公地、これを A が C に売るという状況なんですけども、停止条件がついているって話なので、これは他人の不動産に該当する。つまりA は C にこれ売却することはできないんですね。売買契約を AC 間で締結することはできません。したがって誤りになります。これもちろんですね、この停止条件が成就していたら、この公地っていうのは A 所有のものになるんですね。ここの停止条件がもう成就している。その場合っていうのは、この土地っていうのは公地ですね。この公地、土地は A 所有の不動産になるから、A は C に売却することは可能です。でも問題文では条件が成就したっていうね、記述はありませんので、普通に条件は成就していないものなのだと考えていただいて、 A は C と契約できない、だから誤りだというふうに答えを導きます。では問3です。都市計画を決定しようとする旨の広告があったときは、関係市町村長の住民及び利害関係人は〇〇の縦覧期間の満了の日までに、都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に意見書を提出することができます。この〇〇に入る期間を答えよ
という問題です。これは縦覧期間の問題ですね。縦覧期間はどれだけの期間あるかって話です。都市計画を実現するためには住民の意見を聞かないといけません。そのための期間が2週間だという話なんですね。これはもうこのまま覚えていただいて大丈夫です。で、初めにもお伝えした通り、勉強を続けられない、どうしたらいいのかについては、こちらの真ん中の動画をご確認ください。そして2月いっぱいで、個別指導は値上げになります。2月に入りますと今の値段よりも高くなりますので、ぜひお早めにお申し込みください。個別指導のお申し込みページはこの動画の下の概要欄に URL ありますので、そちらからお申し込みください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。